元教寺は、福井県福井市城森田にある浄土、新州本願寺派の寺院である。本尊は、阿弥陀如来である。1539年、朝倉俊景の孫俊幸は、天台州来郷同教学院の住職道前に、帰還し、道順と号した。1541年、指導前泣き後、道順が後を継いで同院の住職となった。 しかし念仏のみ教えに深く感銘を受けた道順は、翌年本願寺に帰えし、教閣院を浄土新宗の道場とした。よって、道順がこの寺の回帰となる。1574年、織田信長は、越前を攻め、多くの寺を焼き払った。道順は、この時のご本尊である、三田山尊仏を自ら背負い、岩谷村の岩穴に安置し、しばらくその地に泊まり難を逃れた。 その後、少年寺に身を寄せ、そこで、甲を結び、念仏のご法義を相続していき、1581年には、再び道場を復興するに至った。260年余り後、第9代住職全学の、無国によって、岩穴で痛々たしく変わり果てた、三尊仏が発見された。現在も、宝物として、本堂内陣に安置されている。1601年。 第二代住職道教の時、教閣院を改めて、本願寺より、元教寺の事号を賜った。また今日の本尊、阿弥陀如来五目像は、第五代住職、道郷の時より安置されている。ありがとうございます。